今も伝える遠州大古物は遠州地方の郷土文化の一つでもあり、奄美市の無形民俗文化財にも指定されております。発言を迎えた遊女が依頼を受けると、奄美市の宮崎で歌や踊りを交えながら念仏を唱え、紀州への到来をいたします。またその由来は、今から440年前の三方ヶ原の戦い、犀ヶ岳の夜襲にまで遡ります。この犀ヶ岳の夜襲に遭い命を落とした武田軍の兵士は、保存会に所属をし、その活動を続けております。この浜松出世城祭りに多くの依頼主は、徳川家康公と武田信玄公と、この遠州大名物を招いております。そしてこの遠州大名物を唱えるのは、天北小松明珠組でございます。小松明珠組は自治会や長男会の運営ではなく、完全なる有志で結成されている組であり、練習や会合などの公開用などではなく、明珠組独自の詰め所で行われています。組の特徴としては、笛はすべて手作り、竹取りから製作、調律、完成に至るまですべて自分たちで製作し、市販の笛よりも太くて長く、音も低音でソフトな音色。太鼓は柿渋色の桶胴太鼓、踊りの中に静や動を交え変化に富んでいます。後半では一斉に頭の傘を回し、太鼓を抱え、ダイナミックに飛び跳ねる姿は力強く勇壮であります。また活動や稽古もお盆の時期だけではなく、一年中を通し動きや念仏に加え、しきたりなどを老若男女問わず日々勉強し、一生懸命取り組んでまいります。Thank you.